シネマパラダイスの時間がやってまいりました。さあ今日はもうゲストの方には座っていただいております、俳優の山本富士子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、緊張しちゃいますね。山本富士子さんですか。はい、いろんなお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ実はあの村松様、今日は固くなってますけども村松のおじい様の村松松風さんと山本さんとはご縁があるんですね。そうなんですね。あの山本富士子さんのデビュー作っていうのが、はい、そのうちのじいさん の、あの書いたね、花の行動館っていう作品の映画化なんですよ。どういう物語なんですか。柔道のお話なんですけども、その柔道をこう目指していく青年とそれを慕う娘みたいなね、大雑把に言いますとそうなんですけど、今回は山本富士子さんの数ある作品の中から5つの作品についてお話を伺っていきます、はい、まずは1955年ですね、はい、出ました、女ケツ、湯島の白帯でございます。山本さんの初期の作品と言ってそうですね、よろしいですね。これ、昭和30年ですから、はい、あの映画界入りましてからちょうど2年、丸2年経った時の作品ですから、はい、でこれはもうあの私の中で、それから女優やっていこうという時の一つの大きなあのステップになった作品なもんですから、はい、これもね、もう日本中知らない人はいないお話ですから ね、 ね。さあじゃあちょっとあの山本さんが今回は、はい、あの山本さんが このシーンをというところで選んでくださっておりますので、それをご覧いただきましょう。見てちょうだい、手がこんなに震えてるわ。お前そんなに心配か。うん、嬉しいから。さっきね、あなたが今日は二人のことを坂井先生に話してくるっておっしゃった時からずっとこの通り震え通しなの。おかしいわ。さあ帰ろうか。今夜は帰ってもいいんですか。いいと思う。何でも好きなだけのわがままを言ってくれ。こうして二人で一緒に帰れるの、今夜限りで。切ないシーンです ね、 ね、はい、本格的なあの主役の初めてみたいなもんなんですか。そうじゃない。いや、あのそうじゃないんですけれども、なんかやっぱり初めてこう大きな大人の役っていうのをいただいて、それであの衣笠先生から、まあ、これは今後あの女優としてやっていく上でもういろんな要素の含まれた役だし、うん、もう大変大きな役だから、うん、何としてもあのこれを成功させようとおっしゃってくださって、はい、でその当時大映には衣笠定之助監督と溝口健二監督とも両巨頭がいらしたわけですけど、これで初めて私あの衣笠先生と出会えたっていうことで、もうそれ以後ずっと私の恩師っていうか、もう本当にあの可愛がっていただいて、でね、衣笠先生はあの女形のご出身でね、いらっしゃるんです。ですからね、あのまあ、おつたの今日はこういうシーンをやりますっていう時は、ご自分が全部おつたの役で動いてくださる、見せてくださるんですか。見せてくだ、そんなことって考えられないでしょ、でそれが私もずっとやった、そういう演出家監督さんにあのお会いしたことないですけれど。ああそうですか。だからもう本当にまだ、芸者の役でまだ2年経った時ですから、もうとにかくその先生のやりになることをいかにこう自分に取り入れるかってことでね、もう必死だったんですけど、本当にもういろんなことを覚え、あの教えてくださって、もう所作である、所作から全部こう見せてくださるんですね。もう小道具の使い方、もうその手ぬぐいで足を拭くところとか、細かくもう細かく全部ご自分がまずやってくる。だから私ね、もうあの見ますとね、もう先生の姿が重なってくるような思いがいたします。ああそうですか。そういうこうやって見せてくださる演出家の方って、あの本当あんまり日本少ないんですけども、あの他にもこう厳しい方だったんですか、衣笠監督。もうそれはお仕事に関してはとっても厳しいんですけれども、でもすっごく人情家で温かくて、はい、
ってユーモアがあって、ですからね、本当に大抵こうそういう巨匠のこうスタジオの撮影っていったらもう本当緊張感で、みんなピリピリするんですけど、とっても楽しいんです。あ、そうですか。もうすごく楽しくてね、で関西弁でいらしたから、もう独特の関西のこう喋り口でわってこう、だからなんて言うんでしょう、監督さんって、監督をするそういうこと以外にスタッフの人心を把握するっていうんですか、そういうことがすごく先生は終わりになったっていうか、だからものすごくスタッフの気持ち、こう求心力があるっていうか、乗せ上手でいらしたっていうかね。そうなんですか。そういうとこを終わりになりましたね。あの撮影時間とかはどうなんですか、監督は。もう今度衣笠組、あ、徹夜ってそういう感じでね。あ、皆さんもうね、徹夜、衣笠組、あ、徹夜だっていう、もう3日間ぐらい徹夜したことありますよ。本当に徹夜、夜にならないと先生こう燃えてらっしゃるというか、困っちゃいますね。先生が夜型でらっしゃるんですね。夜型です。もう遅いのはいくらでも大変だなっていう、このお顔がお伝さんの辛い顔になったんでしょうか。そんな、ね、でもこういうお話ってほらね、もう皆さん本当によく知ってる有名な小説ですし、名巨言ですね。舞台でもおやりになりましたし、テレビドラマでもやりました、はい、 ね、その時は田村貴寛さんが力をおやりになったんですけど、あと舞台でも、そうですね、もう上演回数が400回近く再演を重ねさせていただいてますのでね、なんか本当にこれは私のもう大切なこう作品として、もうライフワークでらっしゃる、これからも大事にしていきたい。続いては夜の川という作品ですが、これはもちろんスターでいらっしゃいましたけど、これで山本さんがこう頂点に駆け上った作品と言われております。この夜の川ってね、ちえちゃんもご覧になって、はい、見せていただきました。すごく新しい女性、当時としてはすごく自立した。そうですね、あれが31年ですから、ようやく女性の自立っていうのが少し言われ始めた時代ですから、とっても新鮮なね、役っていうんでしょうか。ちえちゃんすごく感銘を受けちゃって。そうでしたね。どういうところですか。仕事をですね、自分の仕事をきっちりやって、依存せずに生きていらっしゃる。でもその中で恋をした人にね、女の気持ちと戦うところありますよね、自分の中で。それとあと男のね、一見優しいんですよ、全て言葉も何もかも。でもその裏にあるそのエゴっていうんですか、ずるさ、あれはもうね、村松さんどうしますか。ダメだそうですよね。あれがね、別れていく大きな引き金に、なっていくわけなんですけど、ね、でこの間、去年の秋にね、京都で京都女性映画祭っていうのがありましてね、でまた夜の川が上映されるっていうんで、私のトークショーなんかで行ってきたんですけど、で改めてそこで見たんですけども、やっぱり今見てもなんかその女性像が少しも古くないっていう思いで私も見たんですけれども、お母さんの？せやさかうち一生懸命してんねや。お母さんにはえらい世話かけてるさかいな。うちといくつも年が違わへんのに、よう気を使ってくれはって。あっくせ、みょうがなんや、縁談持ってきたで。東京やって。うち東京なんて行かしまへん。こんにちは。よう帰ってきたな。お土産さっさと。これいつ来たの。今竹村先生からです。
実はな、先生のことで一遍お前に相談少々思ってたんやけどな。いや、死亡通知は。いや、うん、京都弁ですか。そうです、ね、はい。でね、今喪服染めてましたよね、はい、これで吉村幸三郎監督ですけれども、はい、カラーにすごくこだわっていらっしゃいましてね、だから喪服を自分があの義理のお母さんの染めている時に死亡通知が来る、そしてその前にやっぱりさっき窓を見てて、自分の帰ってきて丸吉の染めまでは真っ赤な、今まで染めたことのない真っ赤な染め物をするんですね、それで自分でそれをまた水であれして、水道の蛇口でこうやって水をやって、いや虹っていうあれがあるんですけど、そういう時には赤っていうふうにね、みんなね、その使ってあるものがその主人公の心理を表しているっていう、そういう使い方をね、そういえば本当そうですね、してらしたんですよね。で今ね、明かりがこうずっとそう窓の外のこう、あれが大変だったんです。もう本当にあれが技術的にね、ほら大滑車という台車にこの明かりを外を、あれセットですけれども、乗せてちょうどこの顔のところへこうガーッと流れていく、そういうあれが技術的に大変で、あれももう何回テスト、ああいうことってね、確かにありますよね、自然では。でもあれを作ろうとすると、そうですね、それでなんか、やはりあの場のこう女の情感みたいなものが、何でもないこう飲んでるとここう通過していくっていう、意外と重要なシーンに、ね、なるんですけれど、いいですよね、共演のまた上原健さんで、そうですね、それでね、上原さんはね、今度これではそのラブシーンがあってキスシーンがあるっていうんでね、非常にタバコがお好きだったんですけども、撮影に入る前からタバコを全部立って、ずっとやってらして、もうそのお話伺ってね、ああ、やはりさすがに2枚目やっぱりだなと思って感心しましたけれども。ミス日本でらっしゃいますよね。はい、それで映画銀幕っていうか、その頃は銀幕大スターですけど、すぐこう声がかかって終わりになったわけじゃないですね。そうですね、3年間ですから25年になりまして、お話はすぐ頂戴したんですけれども、はい、芸能界入りましたのは28年ですから、ちょうど3年間もう考え続けて3年も考えなかったんですか。考え続けてました。本当になんか反対があったとかではなくて、ご自身が、いえいえ、もちろん今と違いまして、やっぱりこう別の世界へ行くような時代的にね、まだそういう感覚もありましたんで、両親も反対してましたし、私自身も割ともう平凡に結婚してっていう家庭のことが好きで、そういうあれでしたから、全然なるつもりはなかったんです。ですから、もしあれが3年間お話が途中で途切れましたら、おそらく入ってなかったんじゃないかな、その3年間もいかがなもんでしょうか。まだお決めになりませんか。ずっとこうラブコールはずっと終わりになったんですね。もうずっとお話を頂戴したもんですから、もういよいよ決断をしなきゃいけないところですと、もうやっぱり周りが何て言っても自分で決めなきゃいけない、でそんな時に私姉がおりましてね、で姉がその頃医者の卵っていうか医学の勉強してまして、でやっぱりこれからの女性っていうのは、そういう一つの仕事を持っていくっていうことはとっても素晴らしいことじゃないのかなっていうようなアドバイスを私にしてくれまして、それでファッと決断がついたんです。お姉様のその一言で、やってみようっていう、そんなことで決めたんですけど、はい、続いて小津安二郎監督、彼岸花ですね、これは小津さんともちろん初めてのお仕事です。初めてです。はい、それで私も大映ですけれども、松竹へ、行って、撮らせていただきました。小津さんというのはもうこの頃もすでに巨匠でらっしゃいますよね。もうそう、また緊張というのは他者だったりするところで、もうそうですよ。それとね、映画の場合いつもこういきなりやっぱり入りますでしょ、撮影に。それがね、小津先生の時は出演者全員が集まって舞台のように全部読み合わせがあったんで、その経験っていうのは私初めて
しましてね、はい、これはもう大変な、それでほらサブリシンさん田中もうそうそうたる大先輩がご一緒でしたでしょう、はい、それでも大先輩ももう皆さんこちこちに緊張してらして、そういうようなところからスタートしたんですけども、あのたまたま私の役がやはりあの京都の旅館のものすごく活発なこう娘で京都弁だったんです、はいはい、でやっぱり小津先生のあれは小津調っていうのがあって、うん、はっきりありますからね、はっきりありましてね、でセリフにもこうイントネーションから全部こう小津流っていうのがあって、標準語だったらそれにきちっとはまっていかないとやっぱりダメなんですけれども、先生ちょっとねやっぱり関西弁ちょっと弱いでしょそれがもう割と私を自由にしてくだすって、伸び伸びとあのやらせていただいて、そこら辺で少しこうホッとなさったんですか。もうそれが救いでした。で撮影の時先生がふっと私のそばにいらして、とにかくね 100%、120% やろうとしなくていいんだよっておっしゃったんです、うん、私に。でその時私よく理解あんまりできなかった、はい、むしろ目いっぱいやりたいと思ってたんですねですから割と理解ができなかったんですけれども、だん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 その作品から後になってきて、あ、自然体でやりなさい、内面的な自然体っていうのは大事だよっていうことをおっしゃったんじゃないかなと、だんだん後になってね、理解があのできていったんですけれども。おじさま、せんだってはすまんことで。何？悪おまんといてくれ、堪忍どっせ。ああ、トリックかい。へえ、一世一代のお芝居、どうどす、うち名誉どしやろ。君に好きな人ができたってことも嘘なのかい。へえ、ほんまやったら嬉しいんやけど、なかなかできまへんわ。どうして？そんな暇あらしまい。さっきもお母ちゃんそう言ってたけどね、君の結婚本気で心配してんだよ。そら誰の前でもそう言いますんや、口癖どす。そんなことはないさ。いいえ、そうどす。お母ちゃん口先だけでそんなこと言って楽しんでますけど、ほんまはうちを手放しておないのどす。もう観客として見せていただく分にはとてもこう、うん、あのスッと楽に座ってらしてす、であれがもう全部こうやはりやる大変ですね。ねえ、皆さんもう怖い怖いっていう風なあれがありますけれども、でもすごく先生ってあの私はそんなに怖いっていう感じ全然受けなかったんです。あ、そうですか、うん、だからあの先生ってすごくおしゃれでね、ダンディーですごく魅力的な男性っていうか、素敵でしたよ先生。それでお酒がお好きでね、で、まあ、あのいつも5時になると一応あの夕食の時間にお休みになるんですけど、もう5時がそろそろ近くなると、あ、そろそろもうミルクの時間だよと。ミルクそれをね、先生お酒好きでそうするともう周りのスタッフが、あ、じゃあ休憩っていう。あ、ミルクはお酒のことミルクはお酒のことだったんですねああもうそろそろミルクの時間だよなんて言って出て、スタジオね、いつも出てらっしゃる姿が今でもこう目にありますけど、それでね、まあ、その彼岸花終わりましてね、それで打ち上げを原作の鎌倉の里見トン先生のお宅でやるから、はい、いらっしゃいっておっしゃって、それで伺ったんですね。でもう里見トン先生、小津先生、そして脚色の野田光吾先生、皆さんもお偉い方がいっぱいいらして、でも皆さんお酒お好きでもうワイワイになってですけど、私はもうひたすらオレンジジュースをいただいて、私飲めませんとか言って、オレンジジュース飲んで、本当は飲めるんです私なぜその時はやっぱり飲まれなかったんですか。やっぱりね、映画にいる時は飲めないで通してたんです。あ、そうなんですか。やっぱり飲みますとね、いろんな、まあ、そうですね、お誘いがありますよね、はいはい、だからやっぱりちょっと大変なんで、飲めない方が便利、妙処しやすかったっていうかね、本当は大好きなんですよ。その時は楽しくて本当はお飲みになりたかったんですよ。もう飲みたかったんですけど、そうですね、オレンジですね。だからね、そしてね、だけどそれでもう本当にね、楽しませてやろうっていう先生のね、こう優しいお心遣いっていうんですかね、そしたら柳先生がね、
白い真っ白なシーツ、シーツを持ち出してきて頭から体にこう巻きつけてね、カチューシャを歌って踊ってください。そんなこと想像がつかないです。想像がつかないでしょ。そうなんです。もう私ねそれすっごく感激しましてね、もし今先生と本当にお話ができたら、じゃんじゃんお酒を飲んで。もういろんなお話を聞きたい。そうですか。もうそれがね、できないっていうのはすっごく残念です。あ、今ならって思いますね。やっぱりね。ソニストンさんのお宅で安井次郎さんがいてお客さんで出た酒。美味しそうじゃないですか。やばいですよ、飲みながら。それも目指して特集してほしいぐらいですね。どういうものを飲みになってたんですかね。日本酒でしたよ。日本酒。さあ、いろんなお話伺ってますけども、ここでお好きな映画音楽をこの番組でいくつもリクエストをしてますけども、はい、エデンの東、ジェームス・ディーン、ジェームス・ディーン、これはどういった思い出がございます？いや、もう本当にあれを見ました時にね、もうなんてジェームス・ディーンって素敵だろうと思って感激しましてね、でエリア火山でした ね監督さんが、もう映画としても素晴らしいこう映画だと思いましたしね、もうとにかくラストシーンでジェームス・ディーンがお父さん、もう病気のお父さんと和解っていうか、はい、もうポロポロ泣きましたね、はい、もうジェームス・ディーンにつきます、エデンの東。そうですか、はい、それではシナプロデーススーパーユニットの演奏でエデンの東です。胸がキュンキュンとしちゃったっていうか、さあ続きましては永井荷風原作の木刀奇談のお話を伺いたいんですが、はい、これはね、木刀奇談は役柄がもうこれまでとまた全然違います。そうですね、おそらく大映、これ東宝ですけれども、はい、大映だったら企画にあんまり出なかったんじゃないかなと思う、はい、娼婦でも玉乃井という一番下級の、はい、娼婦の役だったんですけどもね、はい、でこれは紛争テストっていうのが最初にね、役に入る前に監督さんに紛争テストで見せに行くっていうことをやるんですけれども、で私はもう初めて、自分にとってもこれは初めてのこういう役なんで、もううんとどぎついメイキャップをして、はい、もう崩れた感じでっていうイメージで最初豊田志郎監督だったり、豊田先生とこう伺ったらこう見て、違うんだなっておっしゃるんですね。それでじゃあまた考えますって言って、
またいろいろ考えてやってきてもまだ OK が出ないんです、それで1週間ぐらいいろんなことやって、一旦行って、1週間目ぐらいでしたかしら、もうなんかやることがなくなって、アイデアがもうあんまりメイクもしないで、割と自分に近い感じで行ったら、あ、それでいいよってこうおっしゃったんです。だから先生はなんか一番難しいことをね、こう要求してらっしゃるんだなっていうふうに、そこから思いましてね、それでお雪って言うんですけど、はい、お雪はね、泥沼の中のハスの花なんだよっておっしゃったの、はい、それで私もなんかね、ふーっと吹っ切れて、この役に入れたっていうか、そういう、あ、そうですか、はい、旦那、そこまで入れてってよ、よくて、すぐそこ、あんた、早くさ、早くさ、ダメだよ、いや、いいよ、後からついてくから、早く濡れるわよ、お登りさん、ここへ、ここか、君の家は拭いてあげてらっしゃい、あ、いや、いいよ、いいよ、あら、拭いてあげるっていうのにさ、いやいや、私だってお礼がしたいわよ、どんなお礼だい、だからさ、まあ、よってらっしゃいよ、あ、いや、いいよ、いいよ、お入んなさいったら、いいよ、いいよ、お入んなさいったら、うん、あ、うん、やだ、私これでも入んかんわよ、キーちゃんって言ったね、え、私おゆきと申します、あ、おゆきさんか、あ、ゆきのキーか、明るさが切ないですね、うん、そうです、ですからあんまりそのこの中でも夕暮れって寂しいわねっていうセリフがあるんですけど、あんまりそれを本当にその中入っていってより何気なく言ったことはかえって寂しいと、はい、なんかそういうふうな、こう割と明るくって、うん、まあ、ちょっと明らかんともしてるんですけどもね、だからそれがかえって悲しいみたいな、ね、豊田先生はね、気に入った時と気に入らない時とはもう実にはっきりしてるんです、怖い、いわゆるシーン撮り終わってですか、そうです、それでね、いつもね、小ぶりのソフト棒を着てらっしゃるんですけど、初めのうちはそれが割とね、上に上がってるんですよ、ここが、はい、ツバが、それでテストをしてて、だん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 こう気に入らなくなると、これがだんだんこう深くなっていくんです、でそのうちに、うわ、靴の先でこうポーンポーンとこうスタジオを蹴り出されると、あ、これはもうダメだと思うんですね、あ、もうそんなにはっきりなさってる、はっきりなさってるんです、それでね、私はそういう目に遭わなかったんですけども、もうスタッフはもうみんなきちっと決まってますよね、もう毎回、そうするとスタッフは監督の心を一番よく分かってて、で、あ、先生は気に入らないなって分かると、こうライトがパッ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 と消えて、一つだけライトがこう残って、それでちょっとお考えになってくださいって言われると、そこで一人スタジオで考えなくちゃいけないんです、そう、もうそうなったら、俳優さんの方ですか、そうです、そう、私はもう幸運にもね、そうならなかったんですけど、聞きますとそういうことはよくあったんです、それも丁寧におっしゃるんですねそうです、ちょっとお考えになって、ちょっとお考えになってくださいって助監督さんが言いに来て、それ でちょっと30分か小1時間一人で考えたら、みんなこうバーッと入ってきて、またライトがつて、はい、開始ってことになるんですけど、ね、でもね、そういう厳しい目を持ってらしたんですね、ですけれども、良かった時のその幸せな嬉しそうな先生の顔、はい、もうそれを見たら全部吹き飛んじゃうっていうこと、嬉しそうな顔なさ、いいカットが撮れた時は、そうです、もうその時に、ああよかったと思って思うんですけど、はあ、どの監督さんも、ね、うん、それぞれの本当にはっきりとスタイルとカラーが終わりになって、ね、 そうですね、それに全部応えていかなきゃいけないっていうのも大変ですよね、大野さんも大変だったと思いますが、本当に、さあ続いて、はい、市川崑監督の黒い10人の女です、はい、これはもう作品も非常に
あの異色ですよね。そうですね。ね、面白い。去年また上映、再上映で若い女性に。今いろんなところで、はい、上映されてますけれども、今見ても時代的に少しもおかしくない。山本さんを筆頭にそうそうたる女優陣で、皆さんそれぞれちょっと異様ですもんね。皆さん得意なキャラクターっていう。じゃあちょっとすごいですよね。はい、女性たちが怖いです。男性は黒い住人の女です。そうなのよ、本当に優しい人間なの。あの人を完全に自分のものにできる人があるならあげたっていい。本心からそう思ってんだ。私なんか召し上がる、持ってきましょうか。ジンヒズか何か。これでいい。私も木で行こう。あの男が交通事故かなんかで死んだらお店の名前変えなさいよ。レストランカチューシャなんて古いわよ。私の願いよ、復活っていう意味を込めた。ご夫婦の仲が復活するように。ロマンチックでしょ。私ご夫婦の仲が復活することを祈って。ありがとう。このね、役、もうこの本妻さんの役ですけど、はい、最高ですよね。なんかそれでね、市川先生の、入る時っていうのは自分でいろいろ役作り考えて入りましても、一応それは全部忘れて、なんか真っ白になって入って、先生がどういうこの役に色を考えてらっしゃるのかなっていうことを、できるだけ早く、つかみたいっていうふうな入り方でいつも入ったんですけど、でセリフ、何か普通じゃない喋り方考えてよっておっしゃったんですね。だからどうしようかなと思って、だからもうしょっちゅうこう出てくるんですけど、台本にはあなたって書いてあるね。だからあなたあなたっていうねとか、それからそうでございましょう、相談しようっていうかね、なんかすごく嫌味なそういうのを考えて、そしたら先生はとっても気に入ってくださって。山本さんが作ったの、そうなんですよ。あなたっていうのは、それから他の女優さんが真似してました、ね、よくいらっしゃるでしょ。ああいう風にちょっとこう、ちょっと、はい、支えてなかったね、うん、本当にもう素晴らしい、日本を代表する監督の皆さんとお仕事をなさって、それに全てこう要求に応えてらっしゃったわけですから。いや、でも本当にそういうね、もうこうすごい監督さんとお仕事をさせていただいたっていうのは、本当にこうね、俳優として幸せだったと思いますしね、はい、やっぱり素晴らしい監督さんに巡り会えたっていうのは、もう本当にそれから後、舞台をやっても、はい、本当に私はいい出会いをさせていただいて幸せだなと思っております。で今ね、舞台のお話が出ましたけど、はい、舞台活躍の場を移されましたけども、はい、映画から、はい、なんかきっかけとか理由っていうのは何かございますか。それ考えたいです ね。そうですね、ちょうど私ね、映画で丸10年立ちまして、その時に結婚しましてね、はい、で両立をさせたいと思ってましたから、はい、じゃあちょうど契約も10年満期になって、結婚をしたことを契機にこれでフリーにさせていただきたいっていうことを申し込んだんですね、はい、そしたらまあそう言わずに、もう1年やれるかやれないかやってみて、でやっぱりやれないっていうことになったら来年はフリーにしてあげましょうってお話をいただいて、そして1年やってみて、あ、やっぱり無理だなと思って、それでこう1年経ってフリーにってお願いしたんです、はい、そうしましたら今まで、もうすでにいろいろ来てた話がもう全部ダメになっていって、もう、まあ、五社協定っていうね、 あれがあるんですけど、まあ、それは暗黙裏のものですから表面的にはわからないんですけれども、それで他の他社のあれもいろいろお話しいただいたんです。決まった話がもう全部壊れて、見事に壊れていきました。そうですか、そんなことで、映画を、まあ、やめ
ったんですけど、それでそうこうして、してるとあの、まあ、テレビの方からお話をいただいて、もうですけどあの私はあんまりいろんなものが壊れていくんでもう女優をやめようと思ってたんです、そしたらもう、テレビはもう絶対これからのあれでそんなことありえないからっていうんで出まして、そしたら何でもなくて、そしてあの舞台の方もあのやっぱり声をかけてくださって、で最初はその東京で初舞台をすると少しこう刺激が強いかもしれないから大阪の新歌舞伎座で初舞台を踏んだんですけどね、ですからやっぱりその五社協定ということであの映画に出なくなったんです。でその、それから舞台やっても映画いろいろあの言ってきてくださるあれもありましたけれども、なんとなく配給系統のところで少しまたおかしくなるとかね。ああそうなんですか、はい、いろんなお話伺いましたが、最後になりますが山本さんにとって映画っていうのはどういったものでしょうか。はい、そうですね、まあ、私はその10年間ですからね、もう私の青春のすべてというか、原点ですね。はい、ね、今日またあの山本さんのね、あの映画の作品またご覧になりたくなった方もいらっしゃる。そうですね、今日本当にいろんなお話ありがとうございました。ありがとうございました。